箱がでかすぎる。どうもーアーチです。ついに出ましたデラックスルバグルドライバーツバイと仮面ライダークロニクルガシャット。はい、箱めっちゃでかいです。画面に入りきらないですね。いやー、これ楽しみにしてたんですよね。はい、ここに仮面ライダークロノス乗ってます。なんか時間止めれるみたいな能力があるみたいですね。ちょっとじゃあ箱見ていきましょう。めっちゃでかいです。ここにガシャット乗ってますね。クロニクルガシャット、はい、これ劇中みんな使ってますよね。で、側面が、はい、クロノス、うん、で反対が、おい、こういう感じですね。で、後ろに遊び方、めっちゃいろんな音が出るんですよね。あのクロノスの変身の時の天をつかめライダー、刻めクロニクル、今こそ時は極まれり、ウォーウォーとかね。で、2位が B ボタンで必殺技、決め技クリティカルクルセイド。はい。で、AB ボタン同時押しでポーズリスタートで、これ時間停止。すげえ、もう無敵じゃないですかね。時間が止めれたら。で、4、ガシャコンバグバイザーツバイに変形、腕に装着するタイプですね。なるほど。ガシャッと刺したまま、このモードにできるんですね。で、必殺技。ビームガンモードの時はクリティカルジャッジメントで、チェーンソーの時がクリティカルサクリファイスっていう感じになるらしいです。で、5番目、ガシャットがね、ライドプレイヤー用のね、変身音が入ってるんですよね。エンターザゲームライディングジエンドっていう、これすごいですね。はい。で、6、まあ、ゲーマードライバーに挿しても変身できますよっていうことですね。あ、で、上の部分にこういうサウンド、LED 発光、はいはい。で、ここが内容ですね。で、いろんなものに使えますよと。で、上に、おお、すごい。絵がすごい。はい、こういう感じで載ってます。では、開けてみましょう。よいしょ、でっかいな。中身が、よいしょ。お、2つ入ってる。はい。まずは、じゃーん。はい、こっちですね。これが、こう説明書と、はい、おぉ、ガシャット。ガシャットと、バックルとベルトですね。うん。で、もう一個入ってて、よいしょ。じゃーん。はい、こっちにバグルドライバーツバイと、腕につける用のパーツですね。おぉ、かっこいい。まあ、バグルドライバーのね、リカラーになるんですけどね。じゃあ、出してみましょう。よいしょ。よいしょ。おお、いいですね。リカラーといってもかっこいいですね。はい、こういう感じです。で、もう一個が、よいしょ。おお、ガシャッと、あ、やべ、かっこいい。ここにクロニクル乗ってますね。あと後ろになんか影みたいなのがありますね。うん。で、横がこういう感じ。ライダークロニクル。で、裏。ちょっと光って見えないですかね。絵がこういう感じで。これクロニクルですね。乗ってるのが。おお、かっこいいですね。で、あとは、はい。ベルトの、よいしょ。部分になります。あ、これ腕用のやつもついてますね。うん。で、ベルトが2本ついてると。はい、じゃあ詳しく見ていきましょう。内容物がめっちゃ多いんで、どれから紹介しようかと思うんですけど、まずこのバックル組み立ててみましょう。で、さっきこれ腕のやつかって言ったんですけど、違いますね。これ延長用のベルトですね。標準で延長のベルトがついてるんですよね。これ多分初めてですよね、こういうのついてくるのがね。よいしょ。はい、こういう感じで、ここに L と R って書いてあるんで、R が右ですね。ここをこう入れると、で、 L の方を、よいしょ、こっちから入れて、で、ここで合体と。はい、
こういう感じですね。で、こう取っといたこれをとりあえず入れといて、おお、延長ついてるのいいですね。大きいお友達も負けるんじゃないですか。あ、かなりの長さになります。はい、長いっすね。いいっすね。はい、こういう感じになります。これは後で説明しますね。まあ、ベルトの通し方はさっきみたいな感じです。ちょっと説明の時に邪魔なんでベルトを取っちゃいました。バグルドライバーツバイ、おー、いいですね。このシートを剥がしましょう。ここに保護用のねシートが貼ってあるんです。おー、はい、なるほど。ちなみにこっちがバグルドライバーの1の方ですね。うん、まあまあ造形は一緒ですよね。カラーが違うっていうだけでね。はい。で、電池ボックスここについてます。で、スピーカーここですね。はい、比べるとこういう感じですね。うんうん。じゃあ早速電池入れてみましょう。はい、電池入れてきました。ではスイッチを入れます。スイッチはどこだ。スイッチはここですね。はい、いきます。おお、渋めの声ですね。この状態だと、ステージセレクト。で、ここが光るんですよね。こっちが、これ一緒ですね。この状態だと、両方ともステージセレクトという感じですね。はい。で、バックルにつけると、渋め。で、ここで A ボタンを押すと、はい、変身待機音が鳴るんですよね。で、 B ボタンを押すと決め技、はい、決め技が鳴ります。ちょっとこれ後で連動して遊んでみましょう。では次はクロニクルガシャットを見ていきましょう。おー、かっこいい。ここクロニクルですよね。これはそれぞれのライダーですかね。これレーザーっぽいですもんね。エグゼイドとかそういう感じですね。で、黒の成型色に後ろが蛍光のグリーン、かっこいい。で、ライダークロニクルと。で、後ろが、こういう絵柄。クロニクルですね。じゃあ、音を鳴らしてみましょう。絶縁シートを取って、いきます。おお、渋めの声。今のがライドプレイヤーの変身音ですね。で、もう一回。ゲームスタート。はい、これがなります。で、光ると。はい、緑色ですね。黒の巣自体がまだ登場してないんでね、ネタバレにはなっちゃうんですけど、ちょっと遊んでみましょう。まずは変身待機音、 A ボタンで鳴らします。で、変身。で、ここのボタンを押すと、七色発光ガシャットの方ですかね、これ。わ、すごいな。めっちゃ光りましたね。これ本体の方なのかな、ちょっとわかんないですけど、でも七色には光りましたね。はい、これで必殺技を出すときは B ボタン、決め技で、どっちでもいいのでボタンを押すと、こういう感じですね。七色に光ってんのは本体の方ですかね。うん。で、もう一個、時間を止める
技があるんですよね。これが両方同時押し、いきます。おお、時間が止まった。で、これをもう一回解除するときはリスタート。はい、リスタート、こういう感じですね。クロニクルのガシャットバグバイザー1の方ですねに刺してみましょう。はい、ボタンを押します。おー、全然違いますね。で、やっぱり7色に光ってたんでガシャットの方に LED 入ってるんですかね。すごいな。そうですね、ガシャットの方に7色の入ってますね。おお、すごいですね。はい、そしたら次は腕に装着する状態、これがガシャポンバグバイザーツバイになるみたいですね、にやってみましょう。ここのボタンが解除ボタンなんで、ここを押しながら、はい、これが取れます。で、今度はこのまんまですね、ガシャッと刺さったままですね。で、ここに、こっちが、この形ですね。で、ここに刺すと。はい。で、これで使えるのが必殺技ですね。B ボタンを押して、で、A ボタンを押すと。おお、終焉の一撃って言いましたね。かっこいいな。で、今度またこれを取って解除します。解除して、チェーンソーモード。はい、チェーンソーモードになると。で、今度は逆で A ボタンを押して、で、B ボタンを押すと、決め技。こういう感じになります。ではゲーマードライバーと連動させてみましょう。まずはレベル1、はい、これレベル1とかあるのか分かんないですけどね。で、まあちょっと開いてみましょう。かっこいいですね。そしたらレベル3、ちょっと低めのアガチャにちょっと笑っちゃいましたけど、はい、こういう感じです。マイティアクション X と合わせて変身してみましょう。おお、七色に光るんでめっちゃかっこいいですね。はい、こういう感じです。次は決め技スロット行ってみましょう。
渋め。ガシャコンブレーカーとの必殺技連動行ってみましょう。よいしょ。はい、トリガー引きます。はい、かっこいいですね。というわけで今日紹介したのは仮面ライダーエグゼイドから変身ベルトデラックスバグルドライバー発売と仮面ライダークロニクルガシャットでした。いやー、これ早くクロニクル出てきてほしいですよね。姿もかっこいいですからね、見た目もね。はい、まあまあちょっとね、今回お高い7000円ぐらいするんですけど、まあガシャットついてツバイついてていろんな音が出て遊べるのでいいんじゃないでしょうか。いやー、とにかくかっこいいです。じゃあ今日はこの辺で、またねー。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひ登録よろしくお願いいたします。あと高評価いただけると今後の活動の励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で。